Hello Screen。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は愛知県刈谷市にございますビーム刈谷店さんにやってまいりました。今日は、入場順がこちらになります。はい、40番目の入場です。ビーム刈谷店さんといえば非常にこうアナザーゴッドファーデスに頼ってきたなというそういう印象を持ってます。まあ、今日はですねアナザーゴッドファーデスとかミリオンゴッドとかその辺には頼らず朝一はそうですね ARTK あたりから行こうかななんて思っておりますけれども何の機種を打つかしっかり決めて回転回したいと思います。それではシーサの街道日記第437話よろしくお願いいたします。したいですね今日はね3000枚ぐらい。ああ目標が小さい5000枚だ。おはようございます、よろしくお願いいたします。さてとおはようございます。よし今日は ART 機から行きましょう。 A プラス ART。ですね、花の刑事戦木屋飯歌舞伎物の宴こちらを歌おうと思います。勝負していきたいと思います。よろしくお願いします。よし、まあ、前回はですねアナザーゴッドハーデスで大きな好感を出したこのオービンガリア店さんですけれども今年1年を通してみるとやはりこちらでもアナザーゴッドハーデスに頼ることが非常に多かったです。まあ、今日はハーデスではなく何かこう別の機種を打とうと思った時になかなか今年導入されて街道日記の中では大きく勝てなかった機種の一つですね。こちらに挑戦しています。目指すは天部の極みでございます。ダダ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 ちょっと発展先は弱いですけれども最初のボーナスとセットになるでしょうか。ちょっと何のこれで今日弱い。いい話じゃないですか。ボーナスは不当選です。ただここはまだチャンスが続きます。歌舞伎ゾーンですね、最初のチャンス目からボーナス不当選でしたけれどもここで ART 当選のチャンスでございます。これこの早い段階で通常 ART はすごくいいと思いますよ。一日一点でもなかなか通りますからね ART 当選っていうのはそんな何度も見られないので。ここで発展ですけどチャンス目ですね。 ART のチャンス、そしてボーナスの可能性もあります。
105ゲームです。少し200枚から今日の最初の当選となりますけど、レア役もあったのでボーナスか、それとも歌舞伎ゾーンでしたのでそのまま手袋しか。参ります。はい、ここはボーナス確定でしたね。ということは歌舞伎ゾーン中でしたけどチャンス目からのボーナス当選と。もちろん内部的にはもう ART に挑戦している可能性もここはあります。レギュラーですね。はい、さあ白棚からではありませんでしたけれども、この後は ART のチャンスも続きます。朝一なかなかボーナスが引けずに大きなゲーム数を消化してしまうということが会場人気の中で多かったですけど、まあ、そういう意味ではレギュラーとはいえ早めに当たりが引けたのは良かったです。今日はさあこれでまずは最初のボーナスが終了となります。さあこれはもうそのまま戦国ラッシュという流れになるでしょう。歌舞伎ゾーンではありませんが演出に入ってます。はい、判定です。遊びが危険なほど楽しくはございか。まあ、こんな演出あったんですねっていうぐらい派手な演出初めて見ました。5ゲームですね。これが今日最初の ART となります。伊達政宗、新刊です。さあここは30は70ですね。バッテリー30、これで合計40ゲームをゲットです。70ゲーム目の上乗せ。あ、ここ続きますね。乗れば100ゲーム目、上乗せは90ゲームということになります。はい、まあまあ90ゲームスタートならまずまずではないでしょうか。参りましょう。戦国ラッシュ90ゲームではありますけれども、上乗せ経験は豊富です。昭和中ももののの前手戦はありますし、まあ、なんといってもやっぱり A プラス ART ですからボーナスを重ねたいですよね。ここでARTに入って、ただ上の手はまだ10ゲームのみ、ボーナス調整もありません。終わってから戦がかりチャレンジに行きましたね。さあここはモノノフの前のチャンス、戦がかりに突入でございます。さあ残りゲーム数も22ゲームと少なくなったところで、成功なら大当たりと書いてありますけれども、ここは戦がかり成功させたいですね。1セット目よし、最初の ART は当選までも早かったです。
から成功まで行きました。ARTも残り22ゲームと少なくなったところでございます。進行させていくことにも意味ありますけど、やっぱり消化中はこの上乗せ分をいかに迎えられるかというのが非常に重要ですよね。ここも伊達政宗です。上乗せでしたけど、これで残りが50ゲームとなります。だから松井さあ、今これ斜め呪いですけど、払い出しも違いましたので強水化になります。でかぶし上乗せ得意の差100。残り18ゲームから3桁乗せてきました。さあ、さらにここからですね、ボーナスチャンスです。強水化いいですね。まあでもここはキャッチゲーム乗せることができましたので良かったと思います。まだチャンスがあります。追加です。合計230ゲームを消化して戦国ラッシュ1セット目が終了となります。さあ、2セット目突入になるでしょうか。戦モードに突入です。78枚ですね。ボーナスが引けなかったのがちょっと残念ですけれども、まあ大きな上乗せもありましたし、まあ、早めに持ちコインができたので良かったと思います。終了です。さあ、あとはボーナス間で300ゲームを超えておりますから、次のボーナスを急ぎたいです。そして次はビッグであってほしい。朝から花のゲージ打ってますけど、まあ、
展開にももちろん期待して勝てたらいいなという気持ちだけじゃなくて、やっぱり花のケースですから、目指すは天部の極み、これが見たいんですよね。天部の極みで何百ゲーム乗せれるかっていうその瞬間を迎えられるかどうか、そこを楽しみに待ってます。まあ十分今日は勝つチャンスがあると思ってます。勝ちます。
告ボーナスよく当たってくれたと思います。突撃ちょっとすいません、当たらない、届いてなくてすいません。30ゲームのビジボーナスですけど、このボーナスは上乗せ抽選、ボーナス抽選さまざまありますから、非常に魅力的なボーナスですよね。さあ、3回目の ARG、30ゲームスタートでしたが、ここで90ゲームの上乗せに成功しています。残りが108ゲームとなりました。よかった。さあ2セット目ラスト3ゲームです。ここはジャックソンからチャンス到来。さあ残り1ゲーム、1下がったりとレッジ再び突入です。下がったりされては失敗で、エクサモードリフトリーです。1セット目、2セット目いい流れで消化できてますからね、まだまだ終わってほしくありません。続いております。
ございません。よかった、移動してきて。まあ、あとは前回の第436話で達することができなかったケルベロスをここで回避できるか。100の手で残りゲーム数は200ゲームを超えます。
ど、エンジン中の遅れは本当に暑いですね。終了です、今日は花のケージそしてアナザーゴッドハーです。花花鳳凰と3騎手打ってまあどれも伸び悩みましたね。総投手は今日は450枚でした、そして結局交換できたのはアナザーゴッドハーですの後のこのレシート629枚とプラスですね。179枚の小さいプラスでした。 ART 突入も AT 突入も何度かありながらですね、やっぱりそこで伸ばせないとなるとかなり苦しいんですけど、今日は投手が抑えられてた分まだプラスで終われてよかったかなと思います。ただ最近の回答にちょっと一撃戦にかけるような内容は本当に多いですから、そろそろ大きめが欲しいなという気持ちです。以上、シーサの回答日記第437話でした。次回の回答日記は2015年最後の回答日記実践、優秀の美を飾ることができるか。次回、シーサの街道日記第438話、2015年最終戦。次回もよろしくお願いいたします。